こんばんは、プリティです。昨日ね、新宿のね、駅のホームのところでね、綺麗なお姉さんがね、ずっと壁にね、もたれかかりながらね、めっちゃイラってる。おばちゃんもね、ちょっと現場のおばちゃんから書類受けてるのにね、その新宿のね、駅のホームがちょどいって言うからさ、そこで待ってたんだけど、どこにいるのおばちゃんって言われて、え？あの、まるまるさんが言ったあの、喫茶店の前にいますけど、喫茶店？え、どこ？って言うから、え、どこって喫茶店の前で来てって言ってたじゃないですかって。え、じゃあカレー屋さんの前にしないって突然変わったのね。え、ちょっと待ってください、あの新宿の、 あの連絡通路広いじゃないですか、信じられないほど。カレー屋さんいっぱいあるから、カレー屋さん、え、どこのカレー屋さんって決めないと大変なことになっちゃいますよって言ったら、え、うん、普通のカレーよりも派手なカレーって言うの。普通のカレーよりも派手なカレー。みんな、なんかあの、お客さん入れるために、なんかみんな、いろんなトッピングっていうか、なんか、ね、玉ねぎ揚げたやつバーって上に乗せてたりとか、え、どこも派手なカレーのお店ばっかりですよ、つったら。じゃああの、お蕎麦屋さんとか、ちょっとそれは無理です。お蕎麦屋さん死ぬほどあります。あの、何々、いや、どう決めたらいいか。近くに駅員さんいます。駅員さん？出てきたところに、あの、若いお兄さん立てましたけど。立てたっていうか、あの、椅子に座ってて。あ、そこの駅員さんに声かけて、今ここ何番出口ですかって、ちょっと聞いてもらっていいですかって言ったら、え？知らない人よ。駅員さん大丈夫ですか？ちょっと聞いてくださいって言って。じゃあ、その、今教えていただいた番号のとこ、じゃあ僕向かいますね。そっから動かないでくださいね。喉乾いて。ジュース買ってもいいですから、そこに戻ってきてもらってもいいですかって言ったら、うん、わかったって言うからね。あの、おばちゃんさん、おばちゃんところの、その教えてもらった番号に向かってった前なんだけど、あのね、すごく綺麗なお姉さんがね、もう顔がすごくイライラしてるんだよ。ずっとなんか、LINE かメールかなんかずっと打ち続けてんだけど、あと電話とかもかけたりしてて。で、その間おばちゃんずっとさ、その、書類持ってきてくれるおばちゃんのさ、連絡来るまで待ってたのよ。でも全然なんていうかかかってこなくて。で、その向かいにね、お姉さんいたんだけど。でね、もう、腰さ、もたれかかってたんだけど、もたれかかるのやめて、右や左に歩きながらなんか電話してんだけど、繋がらないみたいなのね。で、もう、最終的に、もうっつってね、靴をカーンってね、地面踏んだポーズをしたのね。女性のさ、もうっつってさ、なんかあの、床蹴るのいいね。蹴るっていうか踏みつけるの。あのなんか、もうっていう、すぐさ、なんであんなにセクシーなんだろう。おばちゃんグッと来ちゃうんだけど。変わってる？おばちゃんそういうの好きなのよね。ちょっと結局ね、その、おばちゃんがま、あの、待ち合わせしてた人と会って、書類は回収したのよ。もう、帰るのわかんなくなっちゃったっていうから。え？で、この、出てきたところの駅員さんに聞いたんですよねって、あの、今何番出口って。じゃあそこまで出てきたところ入っていけばいいじゃないですかって言ったら、あ、そうかって。うん、そうよ。なんか、いろいろさ、昨日疲れたんだけど、その出来事はすごくね、心が癒えた。うん、面白い。うん、すごくね、なんかおばちゃんその、大変だったんだけども、うん、なんか冒険を終えた後みたいな感じでね、スカッとしました。うん。それでは人生相談の方ね、お便り来ましたので、これから読みしたいと思います。テレアポで働いているゆかです。32歳です。商品を買っていただいたお客様に、商品の説明やサービスへの問い合わせに対応したりしています。名古屋から新しい女のセンター長が来ました。風通しがいい職場にしたい。そう言って職場に防犯カメラを設置しました。何の冗談でしょうか。ミーティングで称してのランチ、アフターでの飲みと頻繁にかかってくるプライベートの話が8割の通話。部内での社員は3名いますが、1名はそのことを抗議して孤立させられています。
上も何もしてくれません。風通しがいい職場にしたいって何だったのでしょうか。かいや、ボケだったのかもしれない。いや、おばちゃんね、防犯カメラ設置してる職場、あ、自分のね、職場で働いたことないんだけど、おばちゃんはなんかあまり、ちょっと、向かないんじゃないのかなと思う。何もさ、自分が悪いことしてなくても、そのカメラが気になっちゃってさ、髪型もめっちゃセットすると思う。めっちゃセットしちゃうし、仕事してたもんなんかチラチラ見ちゃうと思う。だから、見てる方側からすると、怪しく映ると思う。気にならない？おばちゃんもさ、オフィスビル出入りしたりすることあるけど、たまにあんのよ、防犯カメラ、その、働いてる職場内のあの、頭上に設置してるところ。他の人となんか、気にならないのかなと思って。だから、シャツも、まあ、毎日変えてるけど、たまにはなんかちょっとオシャレシャツとか着てかなきゃいけないのかなとか思っちゃったりする。寝癖大丈夫かなと。気になってしょうがない。あの、みんなでさ、カメラ設置してるところで働いてる人ってどうしてんだろう。鼻ほじったりできないじゃん。まあ、おばちゃんほじ、人前ではほじらないけど。ねえ、みんな気になんないのかしら。で、おばちゃんさ、鉄メンタルでさ、例えば、あ、ランチ？あ、ミーティングって言ってランチ行くじゃん。で、仕事の話しなかったとするでしょ。そしたらおばちゃん、これって何なんですかって言っちゃう。え？え、ミーティングよ。で、仕事全然話してないじゃないですかって。あと、アフターでの飲み？いや、ちょっと家でちょっといろいろ忙しいんでって。忙しいって何よって言われたりするでしょ。親の介護してるんですいませんけど帰りますって。うん。あとプライベートの、電話かかってきたりするでしょ。ほぼプライベートだったら電話出ない。でさ、一人孤立させられてんでしょ、うん、おばちゃん、孤立したっていうことはさ、ランチ行かなくていいじゃん。で、飲みに行かなくていいじゃん。電話もかかってこないんでしょ、うん、おばちゃん、こんなヘブンないじゃん。しつこい上司がいたら、おばちゃん、この方法を捉えた方が、うん、だからおばちゃんよく言われんの、周りから。鉄のメンタルだって。え？だから嫌われたっていうことはもう、ね、誘いが来ないってことだからいいじゃんって。プライベート関わってこないじゃんって。うん、こっちの方がよくねって言ったらさ、でも、なんか、仕方されたいとか嫌じゃないって言われたしも、で、その人で喋らなくていいんだったら。で、その人に賛同するんだったら、賛同する人とも話さなくて済むじゃん。これがおばちゃんが鉄メンタルと言われるゆえんですね。代々、なんかそんなことあったとしても、なんかもう関係ないしっていう。だからみんなにすげえって言われる。だってみんななんか口聞いてくれなくなっちゃったじゃん、おばちゃん。で、おばちゃんと関わるとなんか、被害を受けると思っちゃって。うん。で、それに賛同する人とも喋んなくて済むようになるのよ。おばちゃんってすごいね。だってフリーダムが一番じゃん。まあ、だってなんか気に食わない奴と一緒にランチ行ったと面白くないじゃん。何も面白、なんか美味しくないよって。でさ、おばちゃんがね、今から4つ前、壮絶なハブンチョに会ったのよ。でさ、おばちゃん、ランチとかさ、この部署でおばちゃん以外でみんな行くのよ。そこは6人ぐらいで、まあ、事務所でいろいろね、価値あるんだけど、パソコンね、カチャカチャカチャって。おばちゃんだけさ、お昼誘われないのよ。あ、どうぞって感じでさ、おばちゃん、ちょっとね、そこら辺の周辺さ、商店街さ、3つあんのよ。端から端まで全部食べたことなくてさ、一人でなんかそういうところ回ってさ、あ、ここブリトーあるじゃん、つって。なんかイタリアンブリトーって何つって、うん。テンション上がるでしょ。で、一人でそういうところ回っててさ、で、みんなだんだん、そのランチさ、その人と一緒に食べなきゃいけないじゃん。で、仕事終わった後も飲みに行かなきゃいけないじゃん。そっちの方がきつそうだったよ。で、ポロポロおばちゃんの真似するやつさ、出だすのよ。おばちゃん、どこ行ってんのって。いや、で、お昼ハブンチョしてたし。で、自分がね、その上司と付き合うの嫌で、
で、ちょっとあの、おし一人食べたいんですけどって言ったら、あなたはもうハブンチョになって。私たち仲間だよねって言ったら、いや、あなたとは一緒にはなれませんけど、だって言うタイプだから、いや、おばちゃん、きついんだよって。きつい。それをおばちゃんにしてたわけでしょ。おばちゃんはあまり気になんなかったけど。じゃあもっと謝んなさいよつって。ほんとごめんなさい。いや、おばちゃんへのお謝罪はね、すいませんでしたって言葉じゃないのよ。ケンタなのよ。ケンタ、うん、ケンタいっぱいごちそうしなさいよつって。わかった、おばちゃん、ちょっとケンタ。一緒に食べに行こうって言うから、別にいいわよ、ケンタ。一緒に食べていい。ごちよ、あなたの。ねえ、まるまるさんってなんであんな風にしてくんの、寂しいんじゃないって。で、自分をワイワイガヤガヤしてくれる、まあそういう人間を周りに置いとかないと気が済まないけど、敵対する人間はね、どうしても許さないってタイプだから。他のみんなもでも嫌がってからズルズルズル抜けていくでしょ。最終的にね、本人が孤立していくのよ。で、おばちゃんさ、最も思うことあるんだけど、みんなに声かけて、あの人と喋っちゃダメよとかさ、あとそういう空気出す人いるじゃん。で、そういうことをする人だとさ、みんな思ってるわけでしょ。おばちゃん、そういうふうになんか自分が思われてんのも嫌。もう子供じゃん。おばちゃん、そういうふうに思われんのも嫌。なんか、あのね、一緒にとか遊びに行ったりとか喋って、まあ、プライベートで喋ることはあまり価値がないと思う、そういう人と。話すことは。あと、そういう時間を共有することも。価値観が違うのも。嫌じゃない？あの人に逆らって、あの人なんかみんながハブすんだよって。そんな人だって、みんなに思われるの嫌じゃね？おばちゃん。で、その職場って、まあ、孤立させられるのが嫌だったら、まあ、ほどほどに付き合うっていうのはいいと思うけど、ずっとでしょ。で、仕事終わった後、そんな人と話したい？おばちゃんはっきり言っちゃうかな。これって仕事の話なんですか？すいません、ちょっとあの、仕事以外の話は、で、おばちゃん電話切っちゃうけど。いや、誰でもおばちゃんみたいにできないと思うけど、おばちゃんはっきり言っちゃうから。それどっか、ね、例えば配置転換されちゃったとするでしょ？その人と会わなくていいじゃん。で、新たな出会いができるでしょ？おばちゃんそういうのも好きだね。違うさ、部署に回されてさ。ここの部署ってどんな人いるんですかって紹介してもらって。で、その中で、仕事以外何やってるんですかって。あ、僕バンドやってんだよって。何系って言ったら、いや、ちょっと恥ずかしながらこの年でパンクって。マジで自分ハードコアやってたんですよ。どんなバンドって言って。あの、お互いちょっと YouTube でさ、好きな音楽とかちょっと教えてくださいよって言ってさ。ねえ。で、自分の知らなかった音楽を知るようになったりとか。ねえ。あとなんだろう。すごくプライベートおしゃれな服着てるお姉さんいてさ、そのパンプスってどこで買ったんですかって、まるまるのまるまるで、私も買っちゃうかしらって、ねえおばちゃんもさ、その履いたりできるじゃない、新しいおばちゃんはちょっとね、鉄すぎんのかもしれない、でもそんななんか気にしててもっていうのがね常にあるかな、私を物にしたいなら。もっと、ズビビとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれって、どういう意味かしら？